赤コーナー117パウンド4分の3姿勢ジム所属、ここまで20勝18 KO 2敗1分け、デビューから15試合連続 KO 勝利、日本記録レコードホルダー、日本バンタム級10位、 OBBF 東洋太平洋バンタム級4位、 WBO アジアパシフィックバンタム級2位、最新世界ランクは世界バンタム級 WBC16 位、 IBF12 位、 WBA7 位、そして WBO 世界バンタム級第5位、元 WBCU 世界フライ級チャンピオン、元 OBBF 東洋太平洋フライ級チャンピオン、元 WBO アジアパシフィックバンタム級チャンピオン、そして世界2階級制覇に向かう元 WBC 世界フライ級チャンピオン、比嘉大光。内容によってはこれが世界前哨戦になる可能性もあります。注目の一戦、比嘉大光。青コーナー117パウンド2分の1、大国。ここまで58勝48 KO 3敗1分け、最新ランキングは WBC 世界バンタム級第5位、ナガポン海艦派。バロニーと12ラウンドを戦い抜いた経験があります。ランキング5位ナガポン海艦派。浅尾和信、同じく飯田哲也、同じく杉山俊夫、レフェリー染谷道明。本日のセミファイナルです。バンタム級の10回戦をお楽しみいただきます。左が日本の比嘉大光、そして右がタイのナワポン海艦派です。放送席解説は元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者内山隆さん、元 WBC 世界フライ級王者内藤大輔さん、ゲストに山本千代さんをお迎えしてお送りをしてまいります。第1ラウンドスタートをしました。さあ、まず内山さん、比嘉選手、まあ、バンタム級にちょっとこうフィットしてきた期待感がある中の一戦ですよね。はい、そうですね、まあ相手も、ね、ものすごく好戦的でパンチある選手なんで、はい、まあ、この試合は噛み合うと思いますね。はいはい、まあ、比嘉選手本人も、まあ、噛み合う試合になるのではないかと、面白い試合になるのではないかというふうな話はしていました。まあ、お互いにパンチがあるっていうのは内藤さんも怖さもありますけども、楽しみも当然ありますよね。そうですね、ただ楽しみはお客さんの方でしょうね。はい、選手にとってはちょっとドキドキですよね。まずは序盤どういった形で入ってくるのか、まあ、お互いに好戦的なタイプなんで、まず立ち位置も含めてちょっと注目はしたいところです。アッパーを突き上げていきましたが、ナイス、左を打っていきました。まあ、相手ナワポン選手は結構しっかり見てますね、ヒガパンチを。はい、やはりこう経験値ある、まあ、冷静な入りをしているというふうに見ていいでしょうかね。そして中央から少しプレッシャーをかけていこうというナワポンです。左ダブルで出していってボディへつなげていきました。ヒガ、まあ、山本さん、前回のあのノックアウト劇を見るとね、本当に比嘉選手には期待したくなりますよね。はい、そうですね、なんか構えからちょっと引きつける力はありますよね。はい、ボディー、そしてウエイト、パンチありますね。打ち上げていきました。アッパーを打っていきます。まあ、このバンタム級で、まあ階級をもともとはね、もっと下の階級でやっていましたけども、フライ級など、そういった中で上げた中でどうかというところですが、内藤さん、はい、ここまで比嘉選手、やはりパンチもバンタム級仕様になってきてますか。はい、本当に最初はねちょっと、そこまでと思わなかったんですけど、パンチを上げてからは、今はしっかりとバンタム級のパンチになってきましたね。はい、力強いです。さあ、そういった中で少しナワポンの方が、しっかりとこう詰めながらという感じになっています。中央を取っているのはナワポン、まあ、ナワポンという風な表記があったり、ナワポンという風な表記があったりしますけれども、まあ、ナワポンという風にご紹介させていただきます。左フックインテリック、比嘉が返しました。ボディから右へつなげていきます。ボディ、ナワポン、左を出していきます。ナワポン、ナワポン、ボディ返す、そして右ストレート。相手は何にもね、ずっと前に前にずっと出てきますね。結構なんか不気味ですよね。はい、ね、この圧力っていうのは比嘉選手もある程度は感じている感じですか。いや、多分そうだと思いますよ。まあ、通常だとね、しっかりと強いパンチで止めることできるんですが、とにかく前に、まあ、ガードを固めながら来るのがこのナワポンのスタイルです。アッパー、左フック、ね、実はね、前、普段前に出る比嘉ですけども、下がってますもんね。はい、
これなかなか珍しい光景ですよね。そうですね、アッパーダブル戦い慣れてくるんですね。第1ラウンドが終了しました。本日の先輩になるバンタム級の10回戦をお送りしています。赤の比嘉大吾にとっては、まあ、3連勝して前回ノックアウト勝利、ここからいよいよバンタム級世界前哨戦へと入っていこうという1ラウンド、まあ、このボディから内藤さん、このボディのあたりも評価をされていましたが、いかがでした1ラウンド。ガードの上からでもボディ打ちというのはやっぱあまりいいもの、相手にとってはいいものじゃないんですよ。これは後々効果的になっていくと思います。はい、まあ、今日はこの試合10回戦で行われるというところでね、やっぱりこう蓄積をするというところもあるかもしれません。今指示を出しているのが野木ジョージトレーナーです。1ラウンド目、内山さんの目にはどう映りましたか。まあ、比嘉大吾がパンチをより多く当てて手数出して、まあ、ポイントも取ってましたね。はい、ただ南本選手がゆっくりとだいぶ見てるんで、はい、だからこの後どう出てくるかなかなか不気味だなと。まあ、これから火がつきそうな雰囲気もありますもんね。そうですね。内藤さん、1ラウンド振り分けるとするならばどんな印象を持たれました。そうですね、僕そこまでのフリーヒットお互いなかったような気もしますが、振り分けるなら僕は比嘉選手、はい、でお二方とも比嘉選手につけました。ボディーから上、比嘉左フック打っていきます。まあ、ただこの生本が非常にこうやって前にプレッシャーをかけていくところ、その出足を止める選択をするのか、それともこれをカウンターで迎え撃つのかというところ、このあたりも注目です。ボディーから上、やっぱパンチありそうだな。ナポの方ですね、はい、結構打ち方もコンパクトですね割と、うん、はい、まあ、近距離の打ち合いでダウンをしたりダウンを奪ったりという、そういったことも非常に多い選手です。いいよな。ボディアッパー返していきます。左のジャブ、ナイス。まあ、ガードの上からではありますけど、下にやっぱ今の距離、内山さんいかがですか。もう紙一重ですね。ですよね。ボディから上、ナポン右のフックを打ち下ろしていこうというナポンです。まあ、比嘉選手は今回順調に体重も落とすことができて調子もいい感じに仕上がったと思うという話をしています。まあ、今回いい勝ち方をして、まあ、どこでもチャンスがあれば、ベルトにこの後挑戦をしていきたい、特別何か誰かの名前を出すわけではなかったですが、そういった展望も話をしています。本当に不気味ですね、ナーポン。全く、ね、ずっときますもんね、動きが変わらないですね。じりじり、あ、うまいうまい、左。でもあれ、はい、やられて結構疲れるんですよね、精神的にも。もうなんで下がらないだろうと思うんですよ。あ、はい。まあ、通常だと下がってくれるのが一般ですもんね。あと本来ね、自分のパンチが当たった時にいつもこの場面から効かせるのになみたいな、はい、それがないとだんだんなんかにちょっとあれ効かない、効いてないのかなこれって、ね、精神的なものですよ。当たってくる手応えと相手の反応の違いのギャップにちょっと疑問符が出てくるんですか。そうですね、はい。パー、さあ接近戦で比嘉がアッパーを出していきます。左右をついていきます。少しリズムを変えていきましたが、左のジャブから、ただもうナポンの方は、とにかくプレッシャーをかけてハイガードを、これをしっかりしながら前に詰めるという形、手数は内藤さん出してるんですけど、それでも前に来てくるんですよね。そうですね、本当。まあ、ガードもやっぱいいんですよね、アポンね、はい、もらってないからこそ、まあ、じりじりと前に詰めるって言ったら、度胸じゃないと前に出れないですからね、はい。まあ、直近でいうと、ノックアウト負けは快感派ナポンに関しては、ナバレッテに敗れた、その、WBC 世界フライ級の決定戦、うん、そこまで遡らなければいけないというね、そういった強い選手です。第2ラウンドが終了しました。まあ、このラウンドに関してはどんな印象を持たれたかというところで、まず内山さんから伺います。いかがだったでしょうか。ナポンがちょっと手数を多く出してきて、で、まあ、1ラウンドそんな攻防は変わらないですけど、ナポンの手数が多くなったって感じですね。はい、はい、それはどうでしょう、振り分けに影響するぐらいの手数ですか。いや、結構パンチ、いいパンチを当ててたんで、はい、この後のラウンドどんどん尻上がりに上がってくるんじゃないかなっていう感じですね。なるほど、はい。内藤さんどんな見立てでしょうか。はい、1ラウンド、まあ、変わらずと思ったんですが、やっぱり、
に合うようにあのナーボーがあれですね、手数を増やしてきたなという印象ありますね。はい、これからどんどんちょっとずつ増やしていくのではないかというように見えました。はい、第3ラウンドがスタートをしています。山本さん、本当にあの表情変わること一切ナーポン選手ないですもんね。本当に不気味ですね。すごく背の高い選手なわけじゃないんですけど、なんか巨人が上から迫ってくるような戦い方をしますよね。はい、見てるこっちも悶々とするような。さあここは比嘉が少しペースを上げて前に来た。すごい強気ですね。ここは比嘉が少し勝負に来ました。柳田さん、ギア上げましたね。上げましたね、東山さん、上げましたね。結構思いっきり打ってますよ。ボディ一回出力を上げて、さあ今度はボディから入っていきます。ナポンアッパーからコンビネーションでまとめていきますが、内山さん、少し比嘉選手が流れを変えようというふうな意図なんですか。変えようといきましたけど、ナポン相変わらず特に変わらないですね。はい、淡々と前進するというか、はい、多分こういうスタイル、まあ、私が見た試合もこういうスタイルで、とにかく前に来るという選手だったんですが、はい、ボディお互いの打ち合い。まあ、こうやって最終的にナーボーは前に来ますけれども、 あのああいった接近戦でこういう打ち合いの時っていうのは、はい、あの内山さん、どちらが優勢というふうに見ていますか。まあ、接近戦ではまだ伊賀の方が優勢だなというのが見えますけども、ただ、ね、ナーボーもじわじわ本当に手数を増やしてきてるんで、はい、これだから中盤になってくると分からなくなってくるなという感じですね。はい、ちょっとこう比嘉選手も左に左、ここはちょっともらいました。ちょっと日が効いちゃいましたね。そうですね、ちょっとカウンター気味で入りましたからね。こういうのは怖いですね。ここは日が下がっていきます。チャンスですよ。これはね、相手がまた出てきますよ。ガードするべきだ。いい、それでいい。アッパー、やっぱああいうところが怖いですよね。ちょっと見えない角度からもらいましたもんね。いや、今のね、カウンターでしたからね。はい、さあここは左を返していきます。ナポン、やはりこのプレッシャーなすというのは全く変わらずに、ボディ打っていきます。ナポン、これはもうね、我慢ぐらいの試合になりますね、最初。はい、最後まで。こういう展開結構内山さん、続きそうな雰囲気ありますよね。展開変わらないですね、こうなると、いわゆる何かナーポンの、サイドフック、そして右、これは当たりました。右、ちょっと動き止まりましたけども、さあここはちょっとインパクトを残したい日が、しかし、まあ、こうやって前に行きます。この辺で下がらないのがナーポン、あの内藤さん、いいわけですね。そうですね、下がっちゃうとズルズル行くパターンになることもありますから。はい、さあ右の拳を突き上げたナーポンですけれども、内山さん、このラウンドはいかがですか。ちょっとこのラウンドで僕はナーポン選手かなと思いますね。はい、先ほどのあのカウンターですね。やっぱカウンターも入ったし、入ってましたし、やっぱ手数で結構比嘉選手が手が出なくなる場面が多々あったんで、はいはい、まあ、これは序盤に比嘉がギアを上げた場面です。そうですね、最初はすごい出だし良かったんですけどね。これが、ギリギリ、はい、ご理解ご協力をお願い申し上げます。これは終盤の右捉えたシーンです。聞いたそぶり一切見せないんでね、ナーポンがね。はいはい、多分比嘉からしてもなんでこいつ聞かないのかみたいな感じ思ってるかもしれないですね。内藤さん、3ラウンドに関してはどんな見立てですか。4回目一発いいのを聞いてしまったパンチがあったので、ナーポン優勢だったんじゃないかなと思いました。はい、まあ、こうやって圧をかける展開の中で本当に、まあ、言ってみれば怖さを感じさせていたナーポンが3ラウンドに山本さん、牙を向いてきました。やった、大きな押し押し、さあ、ボディから押し押しがすごい。さあ、比嘉も勝負に行く。打ち返すな。さあ、その時の打ち下ろし、全力だ、引いてないという表情のナーポン。ただナーポンも結構打たれ強いですね、内山さん。打たれ強いですね。アッパー打っていきます、ナポン。やっぱこのね、比嘉
今結構ラッシュしちゃってちょっと疲れるじゃないですか、はい、疲れた後にナーポンがまた同じペースでグイグイグイ来ると結構疲れるんですよ、休む暇がないんで、はい、まあ、なんで結構スタミナ勝負みたいなところを仕掛けてきそうですが、そうですね、さあ右のフックボディで打っていきます。ナーポンも、ナーポンはもう下がらないボクサーなんでしょうね、前に出ることでリズムを掴む選手だと思います、はい、絶対下がらない、ただここは比嘉が押し込んでいって、さあ一つ重要な局面ボディ、肌際目を注意、右ラッパーを打っていきますナポン、その当たり強いナーポンはとにかく前に来る、そのナーポンが今度はまた手数を増やしていきます。さあ今度はヒカがタウンを入れ替えてボディ OK、 今日はサージ右から左へ繋げていきます。ヒカダブル、表情は変わりません。そして変わらずやはりこうやって前に圧をかけていくナポン、ボディー、そしてアッパーボディー、アッパーちょっと動きが止まった、聞いたか聞いたか、さあ左から右勝てないだろ、これはすごい、まともに入りました、決まった、バンタム級の比嘉大吾、強い、倒せる比嘉大吾、最後ボディっていうのがいいですね、顔面効かせてからのボディですよ、素晴らしい、モンドリ打って内山さん倒れました、はい、もうやっぱね、顔面ナイス、ボディはどうしてもね、やっぱね、効いちゃいますから、いやあのポーカーペースだったナーポンが地に這いました、このシーンです、いい勝ち方でしたね、これは、はい、やっぱ比嘉のラッシュがいいですね、本当にもう戻ってる時も、はい、あこれ、うわまとめですね、顔面その前に入って、ボディの前に顔面入って、ね、顔面守ろうとしたらボディ来たんですよね、並木でした、いや素晴らしい、いやしっかり布石もね打ててましたね、内藤さんね、そうですね、はい、素晴らしいコンビネーションで最後仕留めましたね、いやかなりナーポンの方のダメージが深いようで、まあ、その前にもちょっと顔面ももらってましたからね、そう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 、そう顔面にガードしようとか当て腕上げたんですよ、そこに思いっきり左ボディ入ったんですよね、あれは倒れますよ、まあ、ようやく今ナーポン立ち上がりまして、ただ山本さん、ナーポン選手も本当に気持ちいいというかね、でしたね、いやあれだけボディアッパー戦が続いて、またこれで試合が決着をつくっていうのもなんかすごいドラマ